爵様。ゼゼゼのぜ。うん、もう何も言わないよ。ふふ、ようやく従業員らしくなってきたな。きちんとお給料出てるし、仕事見つかるまでは付き合うよ。割り切った関係ってことだな。それ誤解生まない？話は聞かせてもらったわ。お前どこにいるんだよ。私も割り切った関係で、マリサとニャンニャンしたいです。悪いが私は犬好きだ。それツッコミとしてどうなのよ。でも今回は霊夢と一緒な分気持ちに余裕があるね。そういや、お仕事のこと全く聞いてなかったわね。八尺様を調査するんだって。八尺様？背丈が八尺あるお化けなんだよね。八尺。心当たりあるのか？さあ、いろんな妖怪を相手にしてるから、そういうのもいたかもしれないわね。ふーん。ところで、さあ、霊夢がいて気持ちに余裕があるとか言ってたな。逆だ、霊夢がいないと困るくらい、今回の仕事はやばいんだ。余裕見せてると、すぐに持ってかれるぞ。で、そいつはどんな奴なの？背丈が高いだけ？他には八尺様は女の姿をしてるらしいぜ。ワンピース姿って話だ。特徴的なのが、八尺様の声かな。ポポポポって泣くらしい。それ、ちゃんとした情報？所詮都市伝説だし、どうだろうな。でも八尺様なんて探そうと思って見つからないんじゃないの？どこかに封印されてるなら別だけど。ここら辺ででかい人影を見たって報告があるんだ。依頼主は八尺様と言ってたけど、違うかもしれない。まあ、収穫なかったらそれで切り上げていいって言われてるし、気楽にやろう。やばい仕事とか言ってたくせに。適度に緊張感は持てよって話だぜ。普通に妖怪も出るし。まあ、気張りすぎずに程よく楽しんでくれよ。楽しむほど神経ずぶとくないよ。まさか、ね。あっちゃ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 。二人とも飲んでる。思いっきり楽しんでんじゃねえか。久しいお酒だしね。しかし、中は思ったよりも綺麗だな。うん、そうね。霊夢？朝になったらここを離れましょう。その前に依頼主と会わないと。依頼主？ああ、この家で待ち合わせようって話だったんだ。先に家に着いたら自由にしてていいし、勝手に飲み食いもしていいって。知ってる相手？いや、手紙と電話だけのやり取りだったし、相手のことは知らないぜ。本当にここを指定したの？ああ、手紙に入ってた地図からすれば間違いないぜ。そう？どうした？神妙な顔して。なんだか疲れたわ。今日はもう寝ましょう。え、お酒一口も飲んでないじゃないか。宴会以外ではあんまり飲まないのよ。私は敵も多いしね。マリサも早く寝なさいよ。しゃあない、寝るか。うえ、飲みすぎた。お酒なんて久しぶりだったからな。おトイレ。明かりのないトイレは怖いし、二人が寝てるから外でこっそりしちゃおう。うふう、すっきり。肌寒いから酔ってほてった体にはちょうどいいな。あれ？二階、誰かいる。もしかして家の人かな？でもおかしいな、確か二階って。なんだよ、さわ、いきなり起こしやがって。違うって、二階に誰かいたんだよ。でも二階って。封鎖されてたよな？確認したいけど、怖くて。なるほどな、一人はきついよな。霊夢も起こしてくるね。腐っても白霊の巫女だ、何かあれば飛び起きるさ。私たちだけで二階を調査するとしよう。じゃあ、この鎖の先に行くんだね。ああ、何かあったら霊夢のとこに逃げるぜ。うん。か、カビ臭い。一階と違って二階は本当に使われてないみたいだね。みたいだな。人がいたのはどの部屋だ？構造からして奥の部屋。お、ここだな。本当に入るの？ここまで来て帰れるかよ。うぐ。ここは一層に匂うね。なんだ？何か、聞こえるな。うわ、ここやばいよ。離れようよ。待てよ、何か取れるかもしれないだろ。霊夢のとこに戻ろうよ。まあ待て、これ、見といてくれるか？これは？森塩だぜ、変化があったらすぐに逃げるぞ。わ、わかった。これは、なんだ？人形だね。なんか、マリサに似てるね。寄せよ、笑えないぜ。まさかだけど、人影ってこれのことじゃないよな？あはは、そうかもしれない。
けど、なんでこんなとこにあるんだ？なんだ、ただの人形っぽいな。ねえ、マリサ。どうしたんだ？森塩が。え？ポポポポポポポ。あんたたち何してんのよ、なんでここに入ってるのよ。ごめん。ひ、マリサ、マリサ。まずい。無双するん。おい、ちょっとやりすぎじゃないか。家が半壊したぞ。あーでもしなきゃ、誰か死んでたわよ。霊夢、なんなのあれ。おしゃべりしてるとしたかむわよ。ポポポポポポポ。クソ、やっぱりあの程度じゃ足止めにもならないわね。嘘だろ、霊夢のスペカを食らって無傷なのか。まともに戦ったら勝ち目はないわ。とにかく逃げるわよ。霊夢、ここは。さっきのとは別の家よ。この辺りには他にも何軒か建ててあるわ。こうやって見入られた時のためにね。見入られたって。おかしいと思ったのよ。何軒もある中であれを封印してる家を指定するなんて。マリサ、依頼主に電話できる？でも今は夜。いいからかけろ。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。なんで使われてないんだ。確かにこの番号のはずなのに。おそらく、あんたたちの言う八尺様ってやつに呼ばれてしまったのよ。このままだと、確実にあれに持っていかれるわね。霊夢、あの化け物のこと知ってるの？知ってるも何も、あそこに封印したのは私よ。とは言っても、あれが八尺様って名前なのは今知ったことだけどね。封印って、あれはここいらでたびたび人間を取り殺していた妖怪でね、特に子供がよく狙われていたの。だから、子供の代わりになるものを定期的に差し出して、沈めていたの。代わりって、もしかしてあの人形？そうよ。マリサが触れてしまったあの人形。触れられて怒ったのか、それとも人形に似てるマリサを気に入ったのか。ちょっと待ってくれよ。人形に触ったのは軽率だったけど、それが呼ばれた理由にはならないだろ。さあ、本人に聞いてみたら、もしかしたら、相当波長が合っていたのかもね。とにかくこうなった以上、なんとか諦めてもらうしかないわ。見つかりにくいように結界は張ってるけど、いずれここに来る。じゃあどうするの？部屋に強力な結界を張るから、朝まで極力音を立てず、じっとしてなさい。明かりもない方がいいけど、ろうそくの明かりならいいわ。真っ暗だと、正常な判断できなくなるかもしれないし。朝まで？そう、朝まで、朝になったら私が明けに来るわ。それまで、私はあんたたちを呼ぶことはないし、ここには、誰も来ない。霊夢は一緒にいてくれないのかよ。私は八尺様をここから遠ざけつつ他の家にも結界を張ってくるわ。大丈夫なのかよ。あんたは自分の心配をしてなさい。何があっても返事をしてはダメだし、大きな音は出すな、いいわね。もし返事しちゃったら。その時は。諦めなさい。ごめん、巻き込んで。まあ、いつかこうなるとは思ってたよ。霊夢がいてよかったね。だな。会話していいのは助かるね。外に聞こえるような声じゃなきゃいいみたいだからな。朝まで何を話そうか。お前が幻想郷に初めて来た時の話とか。いいじゃん、どうやって白霊神社の居候になったんだよ。賽銭泥棒して捕まったのが始まりかな。お前、よく生きてたな。ってなことがあって、最終的に高魔感が爆発したんだ。レミさんかわいそす。まだ、朝にならないのかな。やめろよ、せっかく忘れてたのに。ごめん。今、聞こえた？声出すなよ。マリサ、サワー。私の力じゃどうにもならない、すぐにここから逃げて。霊夢。待ってマリサ、霊夢はここに来ないって。キャー。霊夢。大丈夫か霊夢。ダメだマリサ。マリサ。悪い、サワー、もう走れない。そんな。マリサ助け。
で、なんでこんなことに。マリサ。霊夢？よかった、無事だったんだな、大変なんだ、沢が八尺様に。霊夢？ごめんね、マリサ。せめてあなただけでも、助けてあげたかったな。な、何言ってるんだ？なあ、霊夢？ごめんね、マリサ。